こんにちは、トリオリグナーです。私たちはオーボエ、クラリネット、ファゴットのトリオ男子グループです。今日はモーツァルトのディベルティメント第1番より第1楽章と第2楽章を演奏いたします。どうぞお聴きください。皆さん、こんにちは。自分はソン・チャナと申します。現在、鹿児島で11年間住んでいて、今年の6月に帰国する予定です。この前にこの場でとても貴重な時間を作ることができ、とてもありがたく思っています。今日弾く曲は、ベートーヴェンのソナタ17番のテンペストの3楽章を弾く予定です。最近天気も悪いですが、
このテンペスの曲を皆さんに聴かせることができてとても嬉しく思います。では聴いてください。私たちは音楽を楽しむ活動を一緒に再認定させていただいています。今日は
いいこともあるさを私たちがオリジナルで作った曲をお届けします。どうぞお聴きください。コラボをしているのでぜひ聴いてください。私は今音楽に力をもらいながら全身のがんと闘っています。健康診断のペット検査で肺がんが見つかったのが6年前。当時放射さんから告げられたのは余命3ヶ月でした。絶望の淵に立たされた中でも強く感じた生きることを諦めないという思い、それから脳腫瘍はガンマナイフ放射線治療、肺は分子標的薬の抗がん剤服用治療、数年前からは分子標的薬の抗がん剤点滴治療とあらゆる治療を続け、私は今生きています。いろいろなことがありすぎましたが、悩んでいても何も始まらない、自分のペースでしなやかに穏やかに、そんな思いを込めて歌っています。ではいいこともあるさを聴いてください。人生言い訳しだしたらキリがないですよね。ということで、キリなし歌、お聴きください。